今回はスティッチってストーリーやったんだに対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。失礼ながらいつの間にかディズニーにいたから、なんかもうそういうものかなって。映画だけでも3作ある。沖縄が舞台のやつもテレビでやってたな。テレビシリーズ何話あったっけ？最初のザシリーズが65話で、沖縄版は1期が26話で、2期と2期が30話。一番最初のやつは話めちゃくちゃ重いぞ。なんなら結構長いこと沖縄在住だったりした。スティッチはもともと全てを破壊するためだけに生まれた兵器なんだよ。そんなスティッチが地球にやってきて、両親をリコで亡くした少女とロロに家族になるって話。リロ&スティッチって映画やったんだ。ずっと OVA だと思っていた。やばい、懐い子供の頃映画見てたと思う。なんか2作目めっちゃ重くなかったっけ？逆に3作目は比較的軽くて、そればかり見てた記憶。4作目は最後のお祭りバトルが楽しかった記憶。アローハーウェイ。2だとスティッチは分子エネルギーがうまく補給されない欠陥持ちだったからね。それが元でカイロに情を起こして悪い子の心を抑えきれなくなったり。ザ・ムービーとリロイはテレビシリーズの前後の話ってのもあって、他の試し作品たちも結構出てたね。昔から女の子はわかるけど隣の派なんだ、可愛いけどと思ったら結構 SF で驚き。リロとお姉ちゃんも辛い仲良く頑張ったね。スティッチって元ネタの動物がいるらしいんだけど何だろう。コウモリがモチーフなんだけど犬とコアラも混ざってるらしい。破壊兵器として生まれた愛を知らないミュータントだし、本当は触覚がある種でも4本ある。よく言えばやんちゃ、悪く言えば癇癪持ちですぐ暴れるし、今で言うところのデッドプーみたいな売り方してたんだよ当時は。リロに出会ってなんやかんやあっていい子になったのが今であって、ちなみに吹き替えは安心と信頼の山寺宏一でとても可愛い。スケッチも良いんだけど、リロも超可愛くないか？お鼻とお口が大きくてふにっとしたほっぺ、小麦色のパンみたいな腕、ダボっとしたワンピースと長い黒髪。ハワイの人だけど日本の子供に似たような雰囲気を感じる。ディズニープリンセスに対する憧れとはまた違った親近感を感じるような子。スケッチと背丈が同じで並んでる時はもう、俺は、グッズ開発部はもっとリロとスケッチがセットのグッズ出せ。そもそも映画が最初じゃなかったか？別に原作なりがあるのならすまんが。最初は映画。スキルームがスケッチ仕様になって何年経ったか。こいついつまで南国の鳥に迷惑かけとんねんと思ってる。公式の動画あった。実はテレビシリーズしか知らないんだよね。オハスタの後にやってたやつ。ケモナー的にエンゲルがめちゃくちゃ好きだった覚え。実はスティッチの骨格はこうなってるそう。本当素敵な話だよな。ハワイ編、沖縄編の他に中国編もあるらしい。当時の予告でもだいぶやりたい放題してる。実写どうなんのかな。実はスーパーコンピュータ並みの知能があって、大型トラックの運転もできるんだ。ただやんちゃでパワフルなだけのエイリアンじゃないんだ。映画とか見てない人は実は喋れることを知らなかったりするな。もともと喋る予定なかったけど、最後に喋る必要があったから本家だと監督見るから声優やってるんだよな。リロの環境が重すぎるんだよな。お姉ちゃんがリロ養いながら働いてるし、福祉官に目つけられて離れ離れになりかけてるっていう。なんならスティッチが来て環境が良くなるかと思ったら、逆にどんどん悪化させてるんだよな。本当終盤まで重い。この手のやつは面白動物が絡むことで現状が愉快に改善されていったりして、そこにトラブル襲来で立ち向かうみたいなパターンが多いと思うが、スティッチにいろいろと物を壊されるし、姉は失業するし、家は破壊されるし、リロが間違って誘拐されそうになるしで、事態が悪化するばかりなんだよな。福祉局のコブラさんが議長と知人だったから、最後はなんとかなっただけで。凶暴そうなのにちゃんと可愛いの、すごい。サンドイッチ好きのルーベン可愛いよね。他のディズニー映画と比べてマイナーっぽい印象で、あんまり稼いでないから日本向けマッチャンダイズとして沖縄編とか作られたのかなと思ってたけど、実はかなり日本で売り上げ稼いでた IP だと知って驚いた。大人になったリロとの再会とか、すごく重要なエピソードを沖縄でやってたのも驚いた。
スティッチを TV 放映してた2008年頃にはディズニーキャラクターとして日本ではミッキーマウス、クマのプーさんに次いで第3位の売り上げになってたらしいな。映画とか関係なく日本でのキャラクター人気が格立ちしてたっぽい。もしかして左のこってリロの子供？そうそう、スティッチが街中でリロらしき少女の姿を見かける。ジャンバー&プリ、クリー、そんなバカな。リロと別れたのずっと昔なのに、なんであの頃のままなの？終盤で実はリロの娘だったと判明。無事リロ本人とスティッチが再会っていう流れだった。それまで沖縄編と映画との直接的なつながりとか明言されてなかったんだよな。このエピソードで映画版から十数年後ぐらいの時系列になってるのが判明した。逆にテレビシリーズなるものがあるのか知らんかった。いとこたちが個性的だし、奪い合いが結構面白いからな。似たような能力でも話の作りは違うし、割と出し抜かれて奪われたりサジを投げる話もあるし。スティッチが4本腕なの、そろそろ忘れられてそう。腕4本と触覚あったけど地球に馴染むために突っ込めてるんだよね。子供の頃はスティッチに対して当たりが強いなににイラッときてたけど、今思うとスティッチのせいで仕事クビになる、就活邪魔される、自宅が全焼、リロがさらわれる、だからお姉ちゃん視点で見たらそりゃスティッチへの印象良くないよなってなった。どっかの考察で波の部屋にサーフィンのトロフィーがたくさんあったのは、もともとサーフィンのチャンピオンだったけどリロ育てるために夢を諦めたって説はあって辛い。リロが連れて行かれるシーンでコブラから離れて困るのはリロじゃなくて君の方だろうってセリフが印象に残ってる。リロの独創的な性格が好きだったから沖縄編のユーナはなんか違うんだよなって思いながら見てた。リロとユーナは性格も正反対だからね。年もリロは5歳児だけどユーナは小4、後から小5になるけど倍は違う。ユーナはリロとは違う目線で接するキャラだって DVD の映像特典で言ってた気がする。スティッチの沖縄版は夜7時系統でやってたから見てたな。ジャンバとかプリクリーとかも馴染んでて面白かったな。幼い頃はなんでみんなリロをいじめるんだ、かわいそうだろと思ってた。大人になってから見るとそらいじめられるわとしか言えなくなった。何の境遇もだけど、なんていうかいろんな設定がすごい残酷だよな。リロが明らかに変な子なんだよな。そのおかげであの厄介なスティッチ相手でも全く動じずに渡り合えてるのだが、リロとスティッチが姉ちゃんの彼氏と一緒にサーフィンしてたの思い出した。あのシーン可愛かったな。デイビッドっておおらかだよな。リロとも遊んでくれるし、スティッチがエイリアンだって分かっても向こうの波のこと聞いただけだったし。沖縄編でリロと再会するエピソードで波に赤ちゃん生まれた、そのせいでスティッチと再会する約束の日に間に合わなかったことが語られてたけど、お相手がデイビッドだと良いな。ディズニーでスレガを使い回しが多いの面白くて好き。動画なのにスレガの静止画をタイル状に並べたり揺らしたりしてシュールな使い方する時が時々ある。あれ、この話昔したようなデジャブ。沖縄編って賛否分かれてた記憶があるんだけど、当時の反応ってどんなだった？リロ&スティッチ見ていた人からはスティッチの言葉が流暢すぎるとか、原作の方でずっとお花はいつもそばにいるって言ってたのにリロとスティッチが離れたのがおかしいとか言われてた。特にガントが銀河連邦をクビになって再び悪役にしたのはボロクソ言われてた記憶。テレビシリーズのリロの声ってグリッドマンのロッカの声なんだな。驚いた。40から最終話までとリロ&スティッチ2の時だけあの人だったんだよな。リロイと沖縄編だと諸星すみれに変わったけど、沖縄編はなんかスティッチが5体ぐらいに増殖したけど本体以外全員怒られて敗北してるシーン見た覚えがある。前後の流れが謎すぎる。沖縄編だとスティッチ多いか普通に喋るようになってたけど、エースと627号もむっちゃ流暢に喋るんだよな。懐かしい。沖縄編も見てたな。エルビス・プレスリーをスティッチで知った。試作品シリーズが中二病一歩手前的な設定で子供心ながら大ハマりしてた。ルーベンが戦闘能力は後発と同等だけど知恵と言語能力に全振りした代わりに闘争心が丸ないというスティッチの前身って感じが伝わる開発順でなかなか凝ってた。ラプンツェル前のディズニー暗黒期としては唯一じゃないかな。一般人気ある作品としては
立ち位置的にはヴィランなんだけど、少なくとも一作目ではただ真面目に職務を全うしようとしてただけだよね。何ならスティッチの方が脱走した凶暴なエイリアンだからヴィランポジションという。それなのに終盤で一方的に首言い渡されたのは今見てみると少しかわいそうに思えてきた。まあ巻き込んだリロースティッチのおやつ呼ばわり指摘にも止めてなかったから善人とも言い切れなかったけど、その後ザ・ムービーでパワハラ上司のところに就職してシリーズで試作品捕まえるヴィランになったり、リロイでまたお花を知って隊員に戻ったと思ったら沖縄編でクビになってヴィランに戻って牢屋行きとか波乱万丈すぎる。リロの声優は最初の人は消息不明っぽいけど、次の人は宮本夢、その次は諸星すみれと今もめちゃくちゃ活躍してる人なんだな。つまりリロは宝田立花。ドラッグオンドラグーンってヒイカれたうつゲーでイカれた幼女役やってたよ当時。ツイステでスティッチがミッキーに次いで正式に本人登場した時はめちゃくちゃびっくりしたけど、思えば沖縄編とかチキルームとか何なら映画予告編みたいにあらゆる世界観に乱入して馴染めるチート級の力を持ってるから逆に納得した記憶。一作目でリロが流れ星にまた私です。逃げていかない友達をください。天使でもいいですってお願いする場面が今見るとかわいそうすぎて心苦しくなる。5歳児の願い事じゃないよ。ハワイが舞台って点もスティッチの日本人気に一役買ってるとか聞いた。実際ディズニーランドにスティッチ絡みのアトラクションが2つも作ってるし、ありえない話でもないっぽい。ハワイ編では未登場のままだったり、モブ程度の出番しかなかった試作品も沖縄編では超直スポットが当たってたの好き。個人的にはリロイ・スティッチでチラッと映ってたこの子、123号カルメン・マラカスを振って周りの相手を強制的に踊らせるが印象に残ってたから、名前も判明した上にセリフ付きで出てくれて嬉しかったの覚えてる。同じ感情を抱いた人がいたと分かって嬉しいよ。いとこが並んだグッズとかに乗らないモブいとこも好きだったから、カルメンが出た時はすごい感動した。思わずお前って声出たぐらい。当時のポスターでも他のディズニーキャラに睨まれてるっていう異色さが目立ってる。なんだかんだ地球の話だったのに突然現れたエイリアンだからね。1作目の刑務所のシーンで囚人たちの中にハムスタービールらしきシルエットが出てるの知って驚いた。この時にはもうある程度設定決まってたのかな。今まで気づかなかったけど、確かにこのシルエットはハムスタービールだな。この耳と尻尾は間違いない。キックス好き。作中での行動は結構悪どいのに嫌いになれないどころか割と愛着湧くやつ。完結編のラストとしては一集合感だったなって今でも思う。